リバプール主将のファンダイク。炎上渡るを大絶賛してしまう。1日の 4-2 で勝利した、ニューカッスル戦でも先発からピッチに立ち、トランジションの場面で、大きな役割を担っていた遠藤について、リバプール主将のファンダイクは、この試合の後に遠藤を称えるコメントを残した。その様子を、イギリスリバプールエコーが伝えている。僕たちは彼に、最高峰のレベルでプレーできる能力があると分かっているし、彼はこの数週間でそのことを示してきた。彼が自信とともに次の段階に進んだと思う。彼も人間だから自信は助けになるはずだ。彼はとても頼りになる6番で、現代のフットボール界で全てのトップチームには、とても重要な6番がいて、ピッチ上で、最も過小評価されている役割の一つだと思う。プロテクトするために、そして前線へのリンクとなるために、そのポジションでプレーできる選手がいないといけない。彼はよくやっているし、特にこの数週間で彼は向上した。僕たちは彼がいないことを寂しく思うだろう。彼がいつ戻ってくるか様子を見よう。でも、僕たちにはこの状況を変えることはできない。まあ遠藤はコツコツやってて、認めざるを得ないわ。遠藤の有無で、失点数も勝ち点も結構違うからな。プレーでも遠藤をサポートしてくれているから、信用できるよね。ファンダイクって、ガチでワールドクラスだぞ。ウィニングイレブンでめっちゃ能力高い。ダイジェストでしか見てない俺が言うのもなんだが、遠藤がいることで、ずっとリバプールのターンになり続けて、敵の攻撃が始まらないのは敵チーム的には、あり地獄にはまったみたいだろうな。ファンダイクのパフォーマンス安定してるとき、遠藤がいるのは偶然ではないでしょう。もう一つ言うとコナテいるとき、セットプレイの失点が増えるから、板倉はありえない話じゃないと言っておく。代表も遠藤いないとき、調子悪かったよな。大工ってなんやかんや優しいよな、絶対いいやつやわ。ワイの親父もじいさんも、大工だったので、親近感湧くわ。